本日はお忙しい中、お越しいただきましてありがとうございます。これよりワールド女子プロレスディアナ・サニー選手のディアナ対談についての記者会見を行わせていただきます。それではまずサニー選手に一言お願いいたします。サニーです。本日はお忙しいところ、お越しいただき本当にありがとうございます。私サリーは2月26日のディアナ後楽園ホール大会を最後に対談させていただくことになりました。2月26日が自分がディアナ所属として試合をする最後の日となります。今までこの6年間自分を育ててきてくださった先輩方には本当に感謝しております。そしてデビューからずっと応援してきてくださったファンの皆さんには突然のご報告となってしまったのですが、今後もプロレスを一生懸命頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、本日出席予定でしたワールド女子プロレスディアナ運営事務局、渡部淳オーナーの方から、後ほどお配りさせていただきますが、コメントが出ております。本日は休養が入りこの場に出席できないことをマスコミの皆様そしてサリー選手へ心よりお詫びいたします。昨年末よりサリー選手とプロレス活動に関し現状そしてサリー選手の将来の目標などを話し合ってきました。その結果ディアナの次回2月26日後楽園ホール大会をサリー選手のディアナ所属最後の試合とすることをディアナ運営事務局として正式に承諾し本日の発表となりました。サリー選手は2月26日をもちディアナを退団しますが今後もディアナプロレス興行を継続していきますし退団後もサリー選手のさらなる活躍を望んでいます。平成29年2月1日ワールド女子プロレスディアナ運営事務局、渡部淳、以上が、オーナーの方から、本日出席できたと申し上げます。こういう温かい言葉をいただけてすごく本当に感謝しています。そして、2月26日ディアナ後楽園ホールのが終わって翌日2月27日から、シードリング所属のサリーとして活動することになりました。それではシードリングの高橋社長。シードリングの高橋奈々江です。まずは、このような場所に、同席させていただけることに感謝いたします。サリー選手シードリングに移籍という形になりましたがより女子プロレスで大きな存在になっていくことが井上京子選手に対する恩返しにもなると思いますのでそのようになるようにシードリングとしても精一杯努力していきたい気持ちでいます。シードリングでは今プロレスのリング以外でもさまざまなチャレンジを行っているところなんですけれどもサリー選手の入団はそのチャレンジにも大きなプラスになると思っています。まず先日中島アリスさんもシードリング所属になりまして、また今回サリー選手入団という流れになりましたことはシードリング代表としては大きな責任を感じておりますが、今後より一層、女子プロレス界の力になれるようにそして、応援してくださるお客様皆さんに楽しんでいただけるワクワクしていただけるリングをさらに作っていけるように選手一同努力してまいりますので今後ともよろしくお願いします。はい、そうですね。サリー選手とは私は現役を引退する前から浜口ジムとかでね一緒に練習する機会とかがありましてずっと縁があってね、シードリングになってからもハイスピードに出ていただいたり一緒にミャンマーやスリランカに遠征に行ったりなど、こう
わっていただいてきまして、そして今こうしてシードリングで一緒にやりたいという思いを伝えていただいたことはすごく嬉しく思いますし、私もコーチとしてこれからサリー選手の潜在能力をもっともっと引き出していけるよう努力してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは頑張ろう、はい、それでは、質疑応答に入りたいと思います。ご質問のある方お願いいたします。はい、サリー選手、対談という選択を考えたのはいつ頃からでしょうか。考えたのは昨年末からになります。きっかけというのは、やっぱこれからどんどん、そうですね、もっともっと自分を変えたいなって思ったのが一番のきっかけです。シードリングを選んだ理由というのは、そうですね、やっぱ自分はディアナで教わった通り、本物の戦い、本気の戦いをやりたいと思った時に、やっぱシードリングというリングが合ってると思いました。シードリングに入ることで新たにチャレンジしていきたいこととかっていうのはあるでしょうか。いろんなことにチャレンジしていきたいです。プロレス以外でも、はい、まあ、私がラウェイや正座に出たりとか、まあ、よしこもこの格闘技戦に出るといったチャレンジはしていますが、まあ、それだけがチャレンジではないと思いますけど、もしそういう、サリー選手もそういう意思があるならやればいいと思いますし、そうじゃなくてもこういろんな、なんていうんですかね、やりたいことを実現できるように私自身も頑張っていきたいなって思ってます。はい、ね、いろいろやっていこう。はい、現時点では格闘技戦に出陣していこうという感じ、気持ちがあるんですか。まだ考えてないです。村井さんはそのサリー選手が名探というのを聞いて、率直にどんな思いというか、はい、出てきましたか。初めにサリー選手と話した時にいろんな目標を語ってくれて、その上でシドリングと一緒に同じものを目指していきたいっていうふうに言ってくれたことがすごく嬉しくて、もうなんてこの子は輝いているんだろうっていうふうに思いまして、こんなシードリング人数も少ないし、まだ大会も頻繁にできているわけではないのに、こうやって思ってくれる選手がいるっていうことがとても嬉しかったですし、嬉しいだけじゃなくて、先ほども言ったように所属選手が増えていくことは責任も伴っていくので、私自身がもっと努力しないといけないなと思いますし、でもなんかそういう描いた夢を実現できるようにしていくことが私の義務だなというふうに思っています。どんなところに期待したいですか。どんなところ、そうですね、まあ、今まだ20歳っていうこともあり、シードリングの年齢とかぐっと若くなりましたので、そのヤングなパワーでより光り輝いてもらいたいなと思います。今私の持ってるものをよしこに練習や試合などで伝えているつもりですけれども、先日中島有沙が入団してサリ選手も入って、サリ選手も何でしょうね、いろんな欲があると思うし、そういったことを
こういう方法もあるよっていうことを私が20年間で培ってきたものを伝えられる存在なんだろうなっていうふうに思ってます。サリ選手対談するにあたって、はい、井上京子さんや伊藤薫さんからどんな言葉をもらいましたか。はい、そうですね、自分でやっぱ決めたことなので頑張ろうと思います。リアナ所属としては残り数試合になってしまったというところなので、はい、どんなファイトを見せたいですか。そうですね、リアナでやっぱ教わったことは ずっと忘れないで、はい、これからも試合していきます。サリ選手、リアナラストマッチの2月26日の後楽園で戦いたい、最後に戦いたい選手とかいますか、希望は。そうですね、戦いたい選手は、やっぱお世話になった先輩と、またいつ戦えるかもわからないので、はい、ぜひやりたいです。